東京パルクール委員会公式チャンネルキャンキャンパルクール早く強くもう無理だわ体力ないか。まっすぐ行ってましたよ。うん、行ってました。そこまでもうめっちゃまっすぐさせようっていう意識は今せずに自然の流れでまっすぐ。そうですね。右手を伸ばすってだけで。はい、そうです。まっすぐ行く感じに。それだけです。結構そこ大事なことです。もっと勢いを出していくんですね。はい。もっと勢いを出していく。ああ。めっちゃ綺麗です。良さそうですね。めっちゃ綺麗です。地味に。こういうことだったらめっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。ごまかそうとしてくれた。おお、すごい。軽いな。
に投げ飛ばせ。はい。あとは任せましたよ。僕の命は。とにかく、思いっきり取っていきます。今いけそうですね。もっと後ろにフックを飛ばしてもいいぐらいです。やっぱ今最後に この力が弱まって頭がここで止まっちゃってこう来てるの、はいはい、頭がこう来るんですよ。入れ続ける。むずいなそれ。それがむずいな。そこむずいです。地面が見えたらどうしても弱まってきちゃうんです背中の力。そこを入れ続ける。あっちを見に行くんだよ。そうです。ここから向こうをまた見に行くぐらいの感じで。惜しい。惜しい。まだ引っ張りが。惜しいです。わからんね。これ普通に。タレントさんがアクロバットチャレンジ系企画だったら大成功で終わってます大成功でもう終わったはずだと思ってそこで満足しないのがすごいですよ。まあこれでもいいっちゃいいですけどね、絵的にはね、絵的には番組的には大成功です。もうもはやこれでこれは腰が折れちゃうのがちょっと分からんですね。発想が競技者なんですよどうしちゃいですかこれ。空中で腰が折れちゃうやつです。はい、本当に、ね、引っ張り続けるっていう意識しかないんですよね。そこは一回あれやってみますか。さっきの田村さんやります。あ、これだ、はい、これで思いっきり万歳して上に上げてください。ピッそ, うそうそうそうこれそれそれです。お潰れないように5秒くらいでいきましょう。せーの、はい、1、2、3、4、5はい、これです。このキープがポイントです。無理だわ。パフォーマンス活動されています池谷直樹さんです。一言お願いします。はい、どうも池谷直樹です。よろしくお願いします。大きな拍手、皆さん楽しんで盛り上げてください。よろしくお願いします。お願いします。イエス。ではですね、続きまして東京パルクール委員会広報部長を務めておりますゴールデンボンバーのキャッ豊さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。キャッ豊です。どうもよろしくお願いします。大きな拍手。大きな拍手。よろしくお願いします。めちゃめちゃ熱かったですね、今のバトルは。そうですね。なんか2人ともこうやってやんぜっていうね、この気持ちがめちゃめちゃ見えたというか。あとはウェブスラー綺麗に決まった。ダニャンさん、うーん、骨つく。あーとーダブルエアリアルツイスト。めちゃーイエー。実際にパルクール最高。エアリアルツダブルエアリアルツイスト。ラッカー。うわー、カラーつなげてラセスタイマーコンクリートダブル決まったー。優勝はどっちだ。白優勝者は上原さんでございます。ゴー、わー決まってきた。さあ動きが速い。4試合終えた男とは分からない。練習でも最後まで動いておりました。長野選手決まった。どうでした今日。いやー、やっぱりね、こう生で見る大会は違いますね。なんていうの、迫力というか、もう選手の気持ちと、その技一つ一つがね、こう間近に見れたっていうのはね、なんか勉強になりましたね。今後やってみたい技とかちょっと出てきました。今後や、ちょっとなんか危なそうだから安全に行こうかなと思いました
いやすごすぎて技がやっぱ一つもう当たり前ですけどね、やっぱその競技者のね、やっぱその技のその難易度というかね、高すぎてね、うん、ちょっとね、うん、僕には無理だなと思いましたよ、うん、いやまだ諦めない早いです、もう僕は僕なりのペースでいきましょうよ、うん、オリンピックは無理ですいやでも本当にあの勉強になりましたね、やっぱりこう生で見ることは大事だなと思いました、ね、ぜひね機会あったら皆さんも生でこうね、お近くでそういうイベントあったら見てみてくださいよ、またね圧倒されますからね、楽しい競技ですよ、次回あちょっと今のはねそう自主練習まだまだ続きます。